皆さん、毎度ニューヨークでビールノムリーやってるヨシです。本日もまた一本ビールを紹介したいと思ってます。本日ご紹介するビールはこちらです。はい、こちらに用意しました。本日ご紹介するビールはドゥヴェルです。ドゥヴェルはベルギーのビールでですね、タイプとしてはベルジアンゴールデンエール、まあまあエールですね。で、もともとこのビールはですね、第一次世界大戦終了を機にですね、ビクトリーエールという名前が付けられていたんですが、このビールの、を作った友人の靴屋さんがですね、飲んだ時にですね、まさに悪魔だと言ったところからドゥヴェルという名前になったそうです。そしてこのビールの最大の特徴はですね、酵母をろ過せずそのまま瓶内に入れるので瓶内熟成、瓶内発酵が起こるそうです。瓶詰めしてから2ヶ月ぐらいはずっと発酵するそうです。それでは早速飲みたいと思います。色はですね、かなりゴールデンカラーですね。で、泡がですね、ものすごくきめが細やかですね。すごいコシの強い泡ですね。もうあんまりなかなか見ないような泡ですね。で、匂いはですね、ちょっと柑橘系の匂いがしますね。レモンとかそちらの系の匂いがします。やはり匂いと一緒ですね、ちょっと柑橘系の味がするんですけど、すっごく喉越しが良くてですね、ドライなんだけど、少し甘みがあるという感じのビールですね。でですね、アルコール度数がですね 8.5% とすごくビールとしてはですね高いんですが、そこまでその苦味があったりとかですね、ダークな感じがしないんで、アルコール度数が 8.5%もあるとは思えないようなビールです。やはりですね、瓶内発酵があるためか知らないですけど、すごく泡がですね、どんどん何て言うんですか、普通ビールって入れるともう泡がどんどん立たなくなってくるんですけど、入れてからもう数分経つんですけど、すごいもう泡がブワーって出てきます。すごいビールだと思います。やはりベルギーはですね、美味しいビールをいっぱい作りますよね。口に含むとですね、すごいドライさがバッと上がってくるんですけど、ほのかな甘みもあってですね、すごくなんていうんですかね、奥の深いビールですね。自分の意見としてはですね、これを飲んだ時にこれはまさに悪魔だという感じは受けません。もうすごい美味しいビールだと思います。ただまあそのアルコール度数が 8.5 と高いからそういう風にして言ったのかはよくは分からないんですけど、総合評価をいたしますとですね、アルコール度数が 8.5% にもかかわらず、かなり美味しくドライですっきりしてて、ほのかに柑橘系の匂いもするんですけど、口に含むとドライでも少し甘みがあるといったですね、かなり複雑な味わいのビールですね。やはりベルギーのビールは結構複雑なビール味わいのビールが多いと思います。はい。でですね、これは多分おそらく日本でも絶対買えるビールだと思うんで、もし機会がありましたらぜひぜひ試していただきたいビールだと思います。1点あれなんですけど、ちょっとお高いです。こちらでもこのビール1本いくらだったっけな、7ドル、まあだいたい700、まあ日本円にして800円ぐらいですかね。ごくごくいくビールじゃなくてですね、ちょっとこう味わいたいビールの一つですね。ドゥヴェルでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビールノムリエのヨシでした。 See you soon。Mike.